月間売上2000万オーバー、月間指名200本オーバーを記録し、売上指名ともに店舗歴代記録を更新したユガピ副主任3チーム、本日はその功績をねぎらい称賛すべく設けられた機会なのである。今回訪れたお店はレストランカシータ。漫画ヤオーのモデルにしてシャンパンタワーの創始者でもある伝説のホスト流星の行きつけのお店であり、その最高基準のサービスはまさに超一流なのだそうだ。すごいな。いっぱいかっこいい。レストランカシータの協力のもと、この日のおもてなしのために流星は一つ一つ心を込め準備を進めていた。大阪の時にナンバーナーの時に虚しかったって言ってたら、その店のことを別に悪く言うつもりはないんですけど、なってみたら、まあ、こんなものかじゃないけど、まあ、ちょっと虚しいっていうか、なんで虚しいの？その当時はおめでとう感が欲しかったというか、みんながやっぱりナンバーワンに憧れるわけじゃないですか。だからこそ自分がナンバーワンに初めてなった時に承認欲求を満たして欲しかったみたいなところがあって、そうなんだみたいな感じだったから、ちょっと、あ、こんなものなのかなみたいな感じで、この虚しさの消えてきてますかね。それもそうですし、歌舞伎町でナンバーワンになったのは近代も解禁書を取るようになって、そうだよね、まあ、恥ずかしい数字でもなんでもないじゃないですか、うん、ちゃんと結果を残した上でナンバーワンになったのはトップランニング5が初めてです。僕は今の優等生な優雅しか知らないからさ、売上は上げるわ、指名は取るわ、しかも解禁賞だわ、しかもその解禁賞がずっと続くわ、入店からずっとじゃん。もう拍手でしかないんだね。実は5に入店前は全くそうじゃなかったってことを聞いてるから、なんだかすごいよね、その人間ここまで変わる力というか思いというか、すごいよね。やっぱ思ったこと言っちゃうとか、好きな性格がちょっと強く言ってた部分もあったんですけど、言わなかったら良かったなとは思ってないです、正直気まずくなるじゃないけど、苦手意識持たれてたんだったら、これからまたいい方に変えていけばいいだけだし、今のと何の効果もないです。むしろ間違ってたんだったら教えていただいた上で軌道修正すればいいし、まずそもそもその原動力である思いがなければそもそも動かないので、思いの表現の仕方をちょっとね不器用だったけど、ここまで考えてるわけだから、すごいしか言えなくてさ、これからが楽しみだよね。変化を受け止める覚悟を持ってるじゃない。変化ができない人の方が多いんだよ、なんかどうしても。だから過去に成功したけど今は違うって人がやっぱり多いんだよ。見てくれてる人は見てくれてるからこそ続けることが大事なんじゃないかなと思って。確かに。超贅沢なパスタです。ウニ大好きなんです。あ、本当？はい、ちょっとうちもレストランならではのちょっとブレイキングダウン風のですね、ちょっと一流を極めろということで、ワイン飲み比べ対決いいですね、していただこうと思ってまして、一つはフランスボルドーのシャトーラグランジュというボルドーではかなり有名な、格付けも3級入ってるとっても有名な、でもう一つが夕ご飯で、まあ、テーブルの上に乗せられるテーブルワイン、毎日飲まれるようなちょっと安価な感じ、このいいワインと日常的に飲まれてるワインを飲み比べていただいて当ててもらおうかなと。これからね、いろいろ女性をレストランにエスコートするので、ワインを覚えていただければ、いや、ありがとうございます、いい勉強になります、になればいいかなっていう思いです、はい、じゃあ一緒にちょっと学びながら行きますか。はい、パッと見どう？普通ですか？まあグラスの違いしか分かんないよね。ワインを買ってちょっと転がすんで、そうするとほら口につくでしょ、はい、これによって粘度が分かるな、はい、ってことはリュースさんは飲まなくてももう分かる、分かるわけない。違う、それは違うんですよ。勉強になります。これ人生をどう楽しむかだよ。うん、わかりました。はい、高い方へ行きます。はい、わかりました。3322111、お、その心は苦味がそう、あ、いいね、いいね、うん、まさしく、あの一瞬のさ、口当たりはでも分からなかったけど、もう、飲むともう明らかに下がるよね、いわゆる深みを味わってみればガチだよね。はい、そうだと思いました、僕も。はい、じゃあ、今お持ちいただいているのがシャトーラグランジュということで、ファイナルアンサーよろしいでしょうか。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ね、正解。さすがで、間違えてたら多分テイク2言ってましたね。モノグロのソテーに、これはソースですか。はい、はい、ソースで、エゾアワビとキャビアといくらものと
結構脂がしっかり乗ってるので、うん、ソースはあっさりめになってます。はい、売り上げ記録更新おめでとう。はい、ありがとうございます。本当にあれはね、2ヶ月連続で、しびれました。大変なところぐらい分かるから、いろんなことがあったと思う。それは、いろんなことがあったと思う。それはあえて今は聞かないけども、その重みを十分に感じています。ファイブの、売り上げ記録更新、おめでとう。ありがとうございます。白より赤派だったんですけど、うん、白美味しい。美味しいね。はい。これすごいですね。本当に美味しい。かわいい。だってこれ僕が初めてあのトラックの叩きの。そうだよね。もう今日はトラック1台全部ユーラクションで作成しました。いや思い出すな。過去の自分強すぎないですか。これ見たらなんかいろいろ思うところあって、うん、じゃあまあこれから先ずっとうまくいくわけじゃないかもしれないけど、これからも頑張っていきたい。うん、ほんと自信持っていこう。いや、うん、いや本当にユーがここにたどり着くまでまあいろいろあったわけじゃない。5月も結果出したじゃない。本当に誇りに思っていいし、そして新規指名ナンバーワンも取ったね。すごいことだから。どうしてもさ、売れてくるとどうせどんなお客さんがいるんだろうなんとかなんて言われちゃうじゃん。そうじゃなくて新規の方もちゃんと掴んでるってことが大事で、おめでとう。優雅がいろんな風を吹かせてくれて、でいろいろこれからもあると思うよ。大丈夫、それ俺もやってきて乗り越えてるし、でそれがちゃんと歴史につながることによって、優雅さんもそうなったんだって思う子が必ず出てくるから、そういう子たちの象徴に優雅がなればいいんだけど、もちろん結果を出し続けることって当たり前に大切なんですけど、うんうん、まあ、僕の場合はじゃあその姫様たちがじゃあいなくなったらじゃあどうなるのってなった時に、じゃあゼロになるのかって言ったらそうじゃなくて、うん、また一からできたことはまたできるかなって思ってるんで、あの時に優雅を示してよかったって思われる細であり続ければ必ずそれはね、自分の未来の糧になる。その子たちの自慢の細になるよ、うん、あの時に優雅を示したのは私なんだ、はい、私が優雅をあそこまでしたんだってこと言われる細になるよ。その子たちに対しても恩返しでももちろんありますし、やっぱり自分がここまで半年で3回もあのトラックに乗れるぐらいの、すごいよ、うん、これ買い取っていいですかね。分かる分かる分かる。いやこれね、本当にわざわざね、よく探してくれたし、用意してくれたよね。すごい素晴らしいよね、うん、次回も流星のおもてなしをお届け。一流が教える一流を育むための時間をお見逃しなく。トップダンディ5では共に働くスタッフを大募集中。トップダンディ5ではあの湘南美容外科ナンバーワンの名倉石専属執刀による整形を無料で受けられます。ぜひふるってご応募ください。